どうもこんばんは、ジグザグテレビジョンのお時間です。今宵は、ラズパラドックスへの階段のカウントダウンの、その3ということで、私死亡者 K 様が、あの有名なザ・ジグビーさんの取材を試みたわけだが、こっちの扉からではなく、実はもうここに訪れているというメンバーさんがね、ちょっと覗いてみましょう。さあ、あ、なんか計算してる人が。あらいぞ。すいません。あらいぞ。すいません。610円足す。あの、300円は。ひょっとして、合わないぞ。ジグフィーの金字沢さんじゃないですか。あら、ファンタの CM とか出てる金字沢さんじゃないですか。いや、ファンタの CM に出てるのは高見沢さん、私金字沢だから。あ、じゃあ何の CM 出てるんですか。シュッとしてチャリーン。同じじゃないですか。同じですよ。あ、合わないわ、計算が。なんかどっかで見たな。なんかそれ先週見た気がするんですけど、先々週ぐらいですかね、見た気がするんですけど、あの、金字沢さん、ちょっとお忙しいところ、申し訳ないんですけど、ちょっと、取材したいんですよ。今忙しいんで。取材したいのね。今忙しいんで。取材したい。やっぱり、あれ、金字沢さん。金字沢といえば、マッキントッシュ。はい、あ、金字沢さん。何ですか？金字沢さん、この人に、この一番左の人に似てないですか？金字沢さん。これ？金字沢さん、すごい似てないですか、これ。あ、この子ね、仲いいのよ。なんかどっかで聞いたセリフですけど。あ、今すいません、飴食べながら取材してすいません、ほんと。あ、なんかでもあれだね、あれだよ。あ、メガネとグラサンの差ぐらいなのかな。仲いいんだ。仲いいんですか。ケンジ君でしょ。そう。うん、同じね、マーシャル使いだから。あ、仲いいのよ。と、あれですよね、金高さんともじゃあ仲いいんですか。あ、金高さんとも仲いい。あ、金高さんとも仲いいんですね。うん、ああ、マーシャルだと。そう。ああ、壁が、そうですね。さっきもステージ見させていただいたんですけど。そうだよ、壁の向こうのフリーダムだよ。ちょっと心なしか、高いんですね、声が。そうだよ。ちょっと高いんです。声が高いんだよ。そうですか。声が高いから、総おじさんって言われるんだよ。ああ、知ってる人は知ってるよね。知ってる人は知ってる。そうだよ。今日はなんでここにいるんですか。今日はね、すごい仲良しの筋肉のバンド、うん、筋肉、ジグザグ、筋肉です。これが筋肉です。そう、仲いいんだけど、左のが筋肉です。その筋肉のバンドジグザグが企画をやるって言うから、うん、今日はわざわざね、大きな玉ねぎの下から、だいたい玉ねぎの下からみんな来るんですね。なんか大きな玉ねぎの下からね、本当に玉ねぎじゃないのっていう。あ、わざわざやってきたんだよ。そうですか。俺たちだってね、はい、クリスマスライブとかいろいろ忙しいんだよ。そうですよね。だって、2 days ぐらいあるんじゃないですか。そうなんだよ。またね、踊ったりね、コントやったりね。ピンクの手袋。コントが、なんか一番はコントがやっぱ長いリハーサルって聞きました。コントが大変なんだから。あれ、それって、ジグフィーさんじゃなくて、私の好きな方のバンズじゃないんですか。好きな方のバンズって何ですか。あれですよ。メリーアンとか歌ってる、かの有名な方の。あ、ユミ？そう。あ、うん、あの人たちも仲いいよ。あ、似てますもんね、うん。似てるもんね、なんかね、見た目。そう。最近はなんか、もう、あれ、やっと大学卒業したですね、あの人。そう、明治学院ね。あれ、金字沢さんは大学卒業したんですか？あ、ね、彼ら明治学院でしょ？うん。俺ね、明治大学だから。ちょっと耳に痛いですね、あなたの声。すごい耳に痛いんですけど。そうだよ、キンキンするんだよ。キンだけに。そうだよ。キンだけにキンキン。そうだよ、昔はね、うん、レッドゼッペリンとか歌ってたんだよ。あ、歌ってみてくださいよ、じゃあ。ちょっと。あー！すいません、ちょっと迷惑なんでやめてもらっていいですか。すいません、ほんと。あ、公共の迷惑なんで。あ、じゃあ。忙しいんだよ。あ、忙しい。あ、ごめんなさい。じゃあ、ちょっと締めてもらってもいいですか。最後に、はい、今日の。何を締めたらいいんだ？悪い奴がいいのか？ああ、そうか。ああ、金字沢さんっぽいですね。あ、どっかの高雲沢さんに、ちょっとそれっぽかったですよ。今日もステージでこけちゃったよ。
今日はあのブーツの中にカセットテープ入ってないんですか。もうそんな古いネタ知ってる人いないよ。あ、本当にいないかな。うん、うん、あ、じゃあ、あのそんな今日はこけないように頑張ってくださいね。ありがとう、うん、今日ね、そんなね、はい、お願いします。締めてもらって、友達の、はい、あの筋肉のね、バンドジグザグが、うん、あの企画をやるって言うから、うん、あのどうしても出てくれって言うからね、うん、今日は特別にわざわざそう大きな玉ねぎの下からありがとうございます。この靴履くとね300キロ出るんだよ。なんかどっかのあの大丈夫ですか。大体がパクリですけど、先々週の女の人のパクリですけど大丈夫ですか。うん、あ、大丈夫ですか。そう、300キロでね、はい、あのヨシキに似てません。ヨシキ、ヨシキもね仲いいよ。ああ、大体その界隈なんですね。その界隈の人たちは仲いいよ。あ、すいません、ね、昔さ、はい、俺とヨシキが、あ、もういいです。あの、もう5分回りましたんで、5分回りましたんで、そろそろ閉めてもらっていいですか。そんなわけでね、はい、まあ、これを見てる人はね、はい、もう、ジグフィー、フューチャリングミポリンということで、今日はね、はい、ゾンビルイートのミポリンを呼んでね、はい、特別にやったんだけども、はい、ぜひですね、また、そのうち、現れるかもしれないから、はい、ぜひその時を楽しみにしといてもらって、はい、で、俺のね、大親友の筋肉のバンド、ジグザグ、うん、頑張ってるみたいだから、うん、ジグザグもよろしくね。はい、よろしくお願いします。あ、ジグザグと、あんたジグザグの人じゃないの。そうなんですよ。さっきから気づいてくれるかなと思ってるんですけど。もう早く行ってよ。はい、そう、おかまか。おかまか。じゃあそろそろキャラ崩れする前におさらばしたいと思います。じゃあまたねー。どうもありがとう。